どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を指定しているのが、10月9日日曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日ベイスターズと戦いましたが、結果1対0の完封負けということで、まあ、昨日の初戦取ることができたタイガースとすれば、ゼガヒトも連勝でね、ファイナル進出を決めたいところだったんですが、今日の2戦目、まさかまさかの完封負け。まあ、今シーズンのタイガースに限っては、本当にこの完封負けが非常に多いシーズンにはなってるんですが、この CS に 来ても痛い。寒風負け。まあ特に投手陣は1点で抑えていますからね。まあ、なんとか1点追いつくことさえできればとまあ。そういう展開だったんですが、残念ながら2安打で無得点で、やはり今日の攻撃の最大の鍵だったのは7回だったんじゃないかなと。とまあ、解説をされていた福留孝介さんも非常にもったいないというね。まあ、そういう苦言を呈された場面もあったということで、今日の試合について思うこと、そしてすでに明日の先発ピッチャーというのも発表されていますので、どんな展開というのが考えられるのか、こういった点について深掘りをしていきながらお話していきたいなと思います。では、早速お話をしていきますが。まず 投投手手陣から見ていきましょう先発の伊藤雅史投手ですね、まあ、タイガースからすれば昨日立てた青柳投手が6回無失点、まあ、右のエース青木投手がしっかり試合を作ってくれてさあ今日は左のエース伊藤将司投手まずどんな立ち上がりそしてどういうピッチングを見せてくれるのか非常に大きなポイントだったんですがまず結果からお話をしていくと5回1失点ということでしっかり先発の役割というのは果たしてくれましたで今日の伊藤投手の詳しい投球内容なんですが初回は三者凡退で抜群な立ち上がり昨日もそうでしたが先頭バッターにこれでもかというぐらいインコース 次の打席への餌巻きという意味合いはもちろん、後のバッターもその配球というのを見ていますから、で、今日は伊藤投手対策ということで、右バッターが8人並んでいたんですよね。まあ、強く印象づけるという意味合いもあったのかもしれません。で、続く2回は2アウトからヒットを許すも、後続を抑えて無失点。まあ、その後も伊藤投手らしいピッチングを続けてくれます。ずっといい高さにボールが集まってましたし、微妙にタイミングをずらして投げ込んでいく。緩いカーブも要所で使ってみたり、まさに相手を翻弄するピッチング。ただ5回です。ノーアウトから連打を浴びて、ノーアウトランナー2塁3塁。続く山田選手にタイムリーを打たれ、 今日はベイスターズに先制を許す流れになりました。ただ、センター近本選手の素晴らしい返球で2点目は阻止。その後はなんとか抑えて1点で食い止めました。これは一つ大きなポイントではあったんですよ。で、伊藤投手はこの回で交代。まあ1点は取られてしまいましたが、先発の役割というのはしっかり果たしてくれましたよね。伊藤投手対策で右バッターがずらっと並んでるというのもそうですし、打線全体の重みというのを考えても抑えるのは簡単ではない打線ですから、そういった中でこの伊藤投手緊張感あるマウンドにはなりましたが、ナイスピッチングだったという風うに思います。で、タイガー。明日は6回から系統に入ったわけなんですが、この回ま。 ったたののが西純也投手でした昨日は勝ちパターーンのピッチャーをみんな使っているで特に岩佐投手は回をまたいでいますからできるだけ勝ちパターンのピッチャーは温存していきたいで流れを変えてほしいそして長いイニングを投げてほしいというところタイガースが選択したのがこの西純也投手だったとでまず6回は気合いマックスの三者凡退1番から始まる打順でしたが完全に力でねじ伏せる投球を披露まあこの西投手がマウンドに上がることによって球場全体の空気が変わると言いますか打線に流れをもたらすことができたり、まあ、ガラッとね雰囲気というのが明るくなりますから、まあ、そういった意味合いでこの西投手の6回のピッチングというのは素晴らしい で続く7回に関してはワンアウトランナー一塁二塁のピンチを招きましたただ先ほどタイムリーの山田選手をゲッツーで無失点、まあ、サード糸原選手の守備というのも大きかったです中継ぎ経験というのはほとんどないピッチャーですが公式戦での1回の登板しかりこういう舞台でもしっかり自分の持ち味を発揮できるというのはさすがですそして8回マウンドに上がったのはケラー投手、まあ、トレードマークの長髪をバッサリカットして気合い十分最速155キロとしっかりスピードも出ていましたし三者凡退と内容も抜群ですので今日の試合全体通して先発の伊藤投手が5回1失点しっかり先発の役 割というのは果たしてくれましたし、その後第二先発的な形になった西順や投手もしっかり2回を無失点。で、キラー投手もゼロですから、まあ、2試合投してタイガースは1点しか取られていないわけですよ。まあ、ですので改めてタイガースの投手力は非常にレベルが高いなと感じるクライマックスシリーズの戦いにはなっているんですが、今日の試合全体でタイガースが無得点ということで、これではいくら投手陣が1点で抑えたとしても試合に勝つことはできません。では続いて打線の方を見ていきますが、今日は全体で2安打無得点ということで、まあ、こちらのピッチャー陣も5安打1点で抑えているんですが、まあ、それ以上にね。まあ なかなかタイガースがチャンスを作ることができなかった。まあ、全体で2アン打ですから、これではなかなか厳しい展開になってしまうと。では、まずスタメンの方を見ていきましょう。1番ショート中野選手2番サード糸原選手3番センター近本選手4番レフト大山選手5番ファースト原口選手6番ライト佐藤選手7番セカンド高寺選手8番キャッチャー梅野選手9番ピッチャー伊藤投手ということで、昨日は相手先発が左の今永投手だったということで、7番に右の羊羹選手を入れて、そしてキャッチャーは青木投手という観点もあって、まあ、坂本選手がマスクをかるとまあ、そういう展開になりましたが、今日の。 先発が右の大抜き投手なんですよ、ね、まあ、いろいろと打順も変更あるかなと思っていましたが、やはり7番には高寺選手を入れて、今日はキャッチャー梅野選手。それ以外の打順、1番から6番に関しては、昨日同様同じメンバーという形でスタートしていたわけなんですが、今日の大貫投手にはもう完全に苦しめられてしまいましたね。というのもこのベイスターズとの試合に関しては、タイガースが苦手としている左ピッチャーがもう3連続で来るかなという予想もあったんですが、今日が右の大貫投手。で、なんとかもうタイガースからすれば、この大貫投手を攻略したいというところだったんですが、もうなかなかチャンスを作ることすらできなかった。まあ緩い カーブというのがね、まあ、タイガース打線からすれば1つ邪魔なボールになっていたかなというところがありますし、まあ、低めに集まるフォークボールですよね、まあ、これがタイガース打線、なかなかこう捉えることができなかったといいますか見送ることができなかったんですよ、まあ、非常にい、ね、い真ん中の高さからすっと落ちる変化球ではあったんですがこれを見送ることができていれば何個かフォアボールを選べているとそういう展開もあったんですが今日はなかなかこの大貫投手を捉えることができず6回3分の1まで抑えられて97球、まあ、ある程度、球数はね投げさせることができたんですがヒットは2本、そして三振が10個、四死球0という ということこすことととができなかっったたたそういうい大抜き投手との対戦だったとただタイガースに大チャンスががやってきたのが7回ですよねまあここに関しては大貫投手のラストイニングというところになったんですが、まず先頭の中野選手がショートへの内野安打。中野選手に関してはこのシリーズ、しっかり球数を投げさせながら出塁していくと、そういう展開というのがあって、ここも追い込まれてはいたんですが、なんとかバットに当ててショートへの内野安打。ここはもう中野選手の足が生きたなというところでしたし、初球いきなりスタートを切ったんですよね。すんなりバントもあるかなというイニングではありましたけれども、 もうここががタイガーースの積極的な野野球でですよ、まあ、昨日日はは4投塁そしてて今日は中野選手が終盤ノーアウトで初級投塁っていうね、まあ、まさにタイガースらしい攻めで2番糸原選手がしっかりバントもうタイガースの得点になるパターンというのはしっかり作りましただからこそ3番4番中軸お願いしますというところで、まあ、一番期待できる近本選手が打席に入ったんですけれども相手ピッチャーは伊勢投手力でゴリ押しでくるピッチャーに対し近本選手も初球でスイングかけに行ったんですがここでまさかのサードファールフライ、まあ、近本選手もちょっと迷ってしまいましたかね、まあ、自分にすんなりストライクが来るのだ とかいろいろ迷うところというのもあったんですが少し本来の近本選手のスイングではなかったかなと言いますかちょっと迷いがあったかなとそういう風に感じてしまいましたねで今日解説をされていた福留さんが近本らしくなかったと、まあ、ちょっともったいないスイングになってしまったそういう評論というのもされていましたねで続く4番の大山選手、まあ、大山選手に関してはなかなかこのシリーズ本来のバッティングというのができていない、まあ、というより9月10月ね、まあ、ちょっと打撃の状態が落ちていてそのままクライマックスシリーズに入ると、まあ、そういう流れだったんですが大山選手の結果はセンターフライということで今日の試合最大のチャン ワンアウトランナー三塁というね、まあ、最高の得点パターンを作ったんですけれども中軸が返すことができず今日はタイガースは結局無得点、まあ、今日のタイガース全体のヒットというのも初回近本選手がヒットを打って二、まあ、塁狙うことはねもう全然悪くないと思います、まあ、初回のツーアウトですからもうなんとかチャンスでというところでも近本選手の1本が出たそして7回に中野選手の1本出たんですがもう全体で2安打ですからね、まあ、これではなかなか勝てないということで、まあ、全体的に重苦しい空気というのが続いてしまったと、まあ、とにかく今日タイガース打線全体で27個のアウトを取られたんですが十四個三振してます ですからね。まあ、ですので、半分以上が三振まあ、何かことを起こすことができないね。まあ、アウトのなり方になってしまっているということで、明日の第三戦どういう巻き返しを見せてくれるのか？ここは大きな注目ポイントです。はい、ということで、今回の動画では本日10月の9日に行われたベイスターズとの試合についてお話をされていただきました。結果は1対0の完封負けということで、クライマックスシリーズ、ファーストステージは一勝一敗の対まあ、ファイナルステージ進出に今、まあ、ベイスターズに逆にね。王手をかけられてしまったとそういう展開になったんです。まあ、クライマックスシリーズのこのファーストステージに関しては所詮勝てばねまあ。突破確率 率が84%とコロナの影響で2020年中止になりましたけれどもその年というのも挟んで2016年から5年連続で3位の球団が勝ち上がっているでタイガースはしっかり初戦をものにすることができたですので結構タイガースにとって有利なデータというのは並んでいるんですけれどももう明日の参戦までもつれ込んだということでもうタイガースは勝たなければいけません矢野政権でまだまだ戦っていく最後の最後に大きなドラマを起こすという意味合いでも明日の3戦目というのは絶対に勝たなければいけないそういった中で明日の先発というのは佐伯投手ですで になると思う。しっかりいい流れを先発で持っていけるようにしっかりピッチングできたらいいかなと思いますと、こういうコメントを出しているんですね。今シーズンの再起投手は右肘のトミージョン手術から復帰して9試合で4勝1敗ということで、それぞれのマウンドで本当に再起投手らしいピッチングというのをずっと見せてくれているんですよ。まあ、今日は西純也投手が中で投げたんで、またね。明日はもう勝ちパターンのピッチャー総動員と言いますか？今日バシッと投げてくれたケラー投手も含め、みんなで戦うということが予想されます。対するベイスターズの明日の先発は浜口投手なんですよね。まあ、ですので、また左ピッチャーが来るということで、どういうスメになっていくのか？これ。 関してはまた明日の動画で、ね、動画画ででね化きればなという,ふうに思っていますがもうとにかくタイガースからすれば勝たなければいけません、まあ、引き分けでもベイスターズの方が順位が上なんでベイスターズが進んでしまいますからとにかく今日は2安打無得点打線が完全に沈黙してしまったんでもうタイガース投手陣は2試合で1点で抑えているわけですからね、まあ、それぞれの投手陣はしっかり仕事をしてくれてるんであとは打線がしっかり奮起することができるか、まあ、左の浜口投手、まあ、結構苦労しているピッチャーではありますがどういうスタメン組んでいってどういう流れで点を取ってくれるのか、まあ、特に4番から6番この打順を打ってる選手ですかね、まあこういった 選手たちががどのののよううにランナー返しししててくれるのかこの点も注目しながら見ていきましょう皆さんは今日の試合についてどのように感じましたでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいですということで以上今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいですこの動画が面白かったためになったと思っていただけた方はよかったらチャンネル登録グッドボタン押していただけると嬉しいです皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者3万4400人突破いつもありがとうございます皆さんのご視聴コメンント高評価チャンネル登録が励みになってます次は目指せチャンネル登録者3万5000人ということで今後とも阪神情 新情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日、ドラホー、ありがとうございました。タイガースからすれば絶対に明日の3戦目、勝たなければいけません。佐伯投手がどういうピッチング見せてくれるのか、そして打線の雰囲気というのはあるのか、この点注目しながら見ていきましょう。ではまた